こんにちは。こんにちは。これ私さ、カバンの中か。よいしょ。下地どこやったっけってなってる今。いいんだが、なし。どこやった？よいしょ。熱っ。メイクこれからです。私もうやり場がない、いいんだけど他のを使えば。よいしょ。ゆうちゃん鳥ありがとうございます。投票になっちゃう、間違えた。17時30分。なになになに、17時30分からサイン会。よし、まあいっか、後で探せば。昨日は使ってないもんな。おととい私どこやったんだろうか。でもおとといこのルームやってるよね。うん、違うか分かんないけど違うの使うか。よし、メイクします。ひろくんキュンキュンキュン、ありがとうございます。こんにちは。よし、メイクします。電気がなくなってきてしまいました。新しいのにしてくれる？してくれる？さっき声がね、変だった。よいしょ。よし、よし。勝手にコーヒー休憩にした。お、いいじゃないですか。では下地。もうさ、ちょっとしかなかったからいいんだがどこやったんだろうっていうやつなので、セザンヌ使います。一昨日使ってるはずなんだよな。一昨日の前か、サイン会の日にこのルームで使ったのが最後。すごい暑いです。よいしょ。下地はセザンヌ、いつものジルがないけど。窓開けてました、さっきまで。
サイン会の名前はさ、もうさ変えれないもんね。途中から。よいしょ。メイク一緒にしましょう。昨日は、あ、そうだ、推しの子9話まで行きました。あの、なんだっけ、アマプラで見れる最後まで行きました。イエーイ。昨日4時まで起きてて、やることやってって感じ感じです。クロックマンがバーバーフェイジーをお知らせします。お知らせします。そう、え、私昨日9話までしか見れなかったんですけど、10まで見れるんだ今。今日も30分だけ配信できたらいいなって。メイク終わるまで1話以降もね、1話見てなんか怖ってなったんだけど、あ、スポンジやるの忘れた。テルファイさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。そう、なんかね、想像してたやつと全然違った。こういう感じのお話かなって勝手になんかみんなの話聞きながらやってたのとはまた全然違ったけど、なんか似てましたね。なんか実際のやつになんかちょっと寄せてるというか、なんか恋愛リアリティショーみたいなのがあったりとか、ティフみたいなのがあったりとか、似てる、似た感じけど、なんかそんなになんか、なんか、うん、何、なんかアイドルが見るとなんか結構思う人もいるみたいな言ってたけど、なんかそんななんか一つの物語っていうか感じで見ちゃった。なんか想像と違ったから、おーってなった。私推しぶどうはね、見た一回しか見たことないからね、わかんないんだよね。なんか推しぶどう、なんだろう、一番いい場面なのか一話なのか、なんか一瞬しか見たことない。なんか忘れたな、なんで見たんだろう、何で見たのか忘れたけど。よし。だけど一気に見ました。あと私のお嫁くんも見た。あ、推しぶどうなんか実写でやってましたね。私が見た時は実写じゃなかったね、アニメだったけど、実写が映画かな。
しね、さよりんごさんが酔ってた。よし、ファンで終了。コンシーラー、今基本的に見てるのはなんかもう最終話になっちゃって、ドラマ、もうね終わっちゃうんですけど、終わっちゃったの。これってパクリですかみたいな、これってパクリじゃないですかみたいなやつは、なんだっけ、カメオのジャケ写のとこで撮影されてて、そう、それはもう終わっちゃったし、先週に終わったのかな。で、私のお嫁くんもずっと見てて、水曜日放送で終わってしまってって感じ。もうどんどん終わってってます。あー、タワー気づかなかった、ありがとうございます。ちょっと待ってください。カープさんもキュンキュンだ。テルハイさんキュンキュンキュン、ありがとうございます。さきほさん、パフェありがとうございます。さきほさん、さきほさん、ありがパフェ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 、ペペペペ、ありがパフェ、ありがとうございます。ありがパフェ、ありがとうございます。ここです。いつお話できるかな、楽しみにしてます。ありがとうございます、先ほさん。ここです。気づくの遅かった、ごめんなさい。ありがとうございます、教えてくれて。推しの子を調べたら想像と全く違った。私も想像してたお話となんか全然違った。なんかもうあと2話しかないんだって感じなんだけど、なんかアイドルの活動を追ってってるのかと思ったら全然違った。うん、あ、もうね、見てるよ、ありがとう。無音でありがとうございます。なんかそう、原作もまだ推しの子完結してないらしいことをなんか聞いたな。そうだから、どうなるんだろうね、わかんないけど、うん、でもなんか想像と違うっていうのが逆になんか想像できなくなっちゃっていいですね。私基本なんかこうなるかなって自分が想像してそういう展開になるのあんまり好きじゃなくて、なんかそれと違うのが好きなんですね。だからなんか全然想像と違う方に行ったから面白い。で、一気に見た。本当に30分で短いんだなって思った。うん。だから、すごい。全部見ちゃった。一気に。今回はラストもなかったし、そう、ラストから見てないです。でも途中1話の最後の部分が途中で出てきません？早く制服着ろよみたいなやつ。
なんだっけな、早く行くぞみたいな。え、見てる方います？このルームに全部、え、これこの前見たみたいなとこ。1話の最後の方、え、誰も見てない感じそれとも誰も共感できない？え、1話見ました。1話でさ、あの1話の最後の方にさ、なんか早く行くぞみたいな、初日から遅刻はやばいよみたいな、ありました？伏線、でもそれはそう、伏線みたいな感じだと思ってる、みたいな感じだと思ってるけど、なんかみんな見てないのか、それとも私に共感できないのか見てるけど私には共感できないのか、どうなんだろう。なんかこう続けて見ちゃったから、あれこれさっき見たぞみたいなところあったけど、なんか一瞬なんか逃げ恥を一瞬読み切った、なんて言うんだっけ、遮った、なんだっけ、なんて言うんだそうってなりました。頭をよぎったそうそう、だからなんか「え、見たけど」みたいな なりました。また私今日のお洋服決めてなかった、今日のお洋服決めてないどうしよっかな、いっぱいお洋服はあるから、なんかどれにするか悩んじゃうね。推しの子はアマプラで見れますって皆さんに教えてもらいましたお仕事戻ります、頑張ってください。結構時代に追いついたと思う、私一気に見て。結構だって9話まで行ったから。でも途中本当になんか眠くなっちゃって、多分記憶ないところがあってこうなってて4時だったからちょっと戻ったよね、なんかで起きて、そっからもう目が覚めて、ちょっと戻りました。危ない危ない、目かゆそう、あ、だから戻ってみたから、あの記憶がありますそう、危なかった。危ないところであります。しかもさ、なんか大体エンディングじゃないですか、大体。なんか分かんない、ドラマを見てたからなのかなドラマを見てたから大体主題歌ってエンディングだなっていう気持ちでいたんですけど、あれなんですね、あのオープニング曲なんだね、アイドルって。ちゃんとオープニングがありました。エンディングはエンディングであるんだけどふふ何回も寝て戻って、それ寝て戻るで、やっぱ寝て全部終わってるやつじゃん。いや、途中でハッってなって、あのちょっと戻ったら記憶あったから、あのちゃんと全部記憶ありますセーフ。
涙袋爆誕。洋服決めてないのにピンクにしちゃってるけど。まだね、犯人はね出てないんです。はい。なんか私は漫画見るよりなんかアニメとかの方がいいですね。漫画はマジでなんか内容が入ってこないんですよね。本読むのが苦手すぎて、なかなか遅い進むのが。だからアニメありがたい。私漫画で持ってんのはじめしゃちょーさんのしか持ってないですもん。自分が買いたいって思って買った漫画、はじめしゃちょーさんの漫画、あれはなんか1ページ1ページ完結する漫画だから、かぐや様を告らせたいと同じ原作者、かぐや様を告らせたいって聞いたことある。あれ、私が映画に見に行ったフルネームってかぐや様を告らせたいですか。私かぐや様とかしか覚えてない、かぐや様だったなっていうのしか覚えてないんですけど、あ、そうですか、告らせたいっていうタイトルだったか。あ、そっか、なんかお前好きなんだろう、いや、お前が告れよみたいなやつだね。そうだそうだ、あれはどっちもリサと見に行ったな。うん、影山優香さん出てるやつだ、映画。え、そうだよね。すごって思った、なんかすごいなって思ったよ。次、お肌やるか。昨日ちょうど読んだ最新刊まで読ん、すごい。もうさ、これほぼないんだけど、どうするべきなんだろう。もうさ、パフもさ終わってる、だいぶ使い古されて。みんなここまで、でもさ、こういうのはここまで使うよね、みんな。筆なのかな、なんかパフがボロボロになっちゃってるって言いながら使ってる人。チーク、あ、推しの子実写化したら赤ちゃんの時も、確かに。だから赤ちゃんの時はあのさ、あれみたいな感じじゃない、あのムックみたいな、あの丸物を着てのムック。まだ割れてないですね。な感じじゃない？どう？ムックだって喋るもんね、犬が喋ってるもんね。あれが原作だったらむずいよって言われてたと思うよ、多分。コアさん、キュンキュンキュン、ありがとうございます。今日黒目大きい？そんな黒目の大きさ日によって変わる？なんでだろう。
ないと。で、よし、お肌完成。アイライン、アイライン、よいしょ。ベレッタさん、音符ありがとうございます。アイラインを引いて、アイライン、よし、アイライン引いた。あ、サマステってさ、私さ、みんなあれかと思った、イコラブ夏祭りのこと言ってると思ってた。モンカールさん、お花ありがとうございます。本当だ、8月8日サマーステーション、サマーステーションライブアリーナ、六本木ヒルズアリーナです。マイケルさん、かわいい、ありがとうございます。だから本当にイコラブの夏になるので、よろしくお願いします。よいしょ。この夏は暑くなるでしょうって感じでお願いいたします。まつげ、ぜひサマステ会いに来てください。夏はやばいよね。だから7月の29、30で、イコラブ、イコノイジョイじゃないですか、まず。で、その1週間後、7月の、あ、違う、8月の5日が、楽天の、イコラブ夏祭り、イコラブ横浜夏祭り。で、その翌日、8月6日、ティフ。その翌々月、無月じゃない。その2日後、イコラブ、イコラブじゃない、サマーステーションです。お願いしますって感じですね。やっぱイコラブの夏です。ぜひイコラブの夏にしてください。さきほさん、バラありがとうございます。だから7月の末から8月の頭のとこまでは結構皆さんも忙しいですよ。お願いしますね。よいしょ。富士急行って、横浜行って、東京です。
お願いします。熱中症には気をつけてください。眉毛佐京さん、ありがとうピットクマちゃん、 I love you、 ありがとうございます。集合時間がねギリなのとか言ってさ、集合時間違ったらさビビるよね。半に終わろうと思ったけどメイク終わってない。今日さ、まあ朝っていうほど朝じゃないんだけどさ、朝お昼前午前中にさ、マネージャーさんからさ電話かかってきてさ、一瞬スケジュール見たよねえ、私遅刻した、何なんだってなってた。だから普通に違う話だったびっくりした。一回スケジュール見たよね。え、私なんかあったっけ。ビビった。あんまりなんか電話がかかってくることないんですよ。なんか口頭で説明した方が楽だったりするものは電話とかもたまにあるんだけど、あの多分今回それで、あのびっくり、なんだろうってなってた。よし、眉毛完成、メイク完成です。完成。そう、なんか遅刻したかと思ったえ、今日サイン会だけじゃないっけってなった。よかったセリンチョということでメイク配信でしたあとは髪の毛とお洋服決めて出ますということで終わります、そろそろサイン会は17時半からです。なんかメイクとかも完成してるから、あの全然あのゆっくりなんですよね。そう、ちょうど2時間後です。よろしくお願いします。ということで終わりたいと思います。11時半にまたこのルームでお会いしましょう。ランキング読みます。ランキングタイム。13位、たーくん。12位、メリダさん。11位、ヒッキーさん。10位、ルルルタンナさん。9位、大陸さん。8位、ヤマニャンさん。7位、サルダンゴさん。6位、ユウちゃん。5位、セータさん。4位、デルファイさん。3位、マイケルさん。2位、フナイモンさん。1位、サキホさんです。ありがとうございます。2列目、山本さん、豆助さん、 P21 さん、深夜さん、ちびタンクさん、つかぴーさん、ヒロさん、町岡さん、大魚さん、たきちゃん、たかひろんりさん、まなみさん、カイトさん、ゆっきなさん、
モリカさん、Z さん、うどん屋さん、ユージさん、セナさん、ミキちゃん、ニッシーさん、サイさんです。ありがとうございます。たくさん星投げギフトコメントありがとうございます。サキホさん、ありがパフェ、ありがパフェ、ありがとうございます。ということで終わりたいと思います。2時間後またお会いしましょう。感謝、ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ、また後で。今日もインスタライブやろうかなーって思ってます。